光栄です。よろしくお願いします。前回サーターアンダギーの松岡くんが、まあ、来てくれたんですけど、ちょっと、はい、山田慎太郎、まあ、10万回超え、崎本博美10万回超えで、みそのソロでも10万回超え、松岡くんは5800回超え現時点で、ね、現時点、はい、はい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 。で、松岡くんの夢が、まさかあんだけ全員でみそのチャンネル出たいって言ってくれたわけよ。そんなのなさ、すぐ叶えてあげたい夢やん、こっちからしたら。で、あと、まあ、松岡くんもすぐに10万回行くと思ってたから、まあ、すぐに森くんも、この次ね、4、すぐに呼んで、はい、で、またすぐに、はい、バズるだろうなって思ってたら、ちょっと。作文企画でさえちょっともう10万いかへんかったうちどうしたらいいちょっとみそるさん、はい、家から暗いっすねで、森くんはですね、サーターアンダギーにも所属してましたが、新選組リアンという、はい、島田紳助さんプロデュースの5人組、5人組アイドルイケメンアイドルグループやってたんですけど、まあサーターアンダギーに続きそちらの方も解散して、そうですね、解散、いや解散したんですけど、この前10周年だったんで、そうなの、ライブしたんですよ。そうなの、そのタイミングで呼びたかったの本当は、告知して、でその復活のタイミングでこれをあげたかったの本当は。呼んでくださいよ。森君が忙しかった。そう、あ、ちょっとだけちょっと舞台も行ってたんでね、はい、ワサール石井さんの舞台だよね。そうっすね、石井さんに、あの石井さんっていうのワサールさんのこと森君もね、実はね、もうね、このご覧の通りバカなんですよ。だからまたバカ対決で、しかも前回のその松岡くんのバカ対決もうね、編集のね、 YouTube の編集のスタッフももうめちゃくちゃ面白かったですと、はい、サムネもなんだったら、はい、あのもう過去一できました。その森田くん的にはもうすごい大絶賛、周りからもめっちゃ面白かったみたいな、いやもう大好評やったのに、はい、進んでるねなんでだろう。いやだからこれ森くんお蔵入りなる確率大いやいや一応やっぱ松岡くんが一番なんとか言ってから出したいよね。それがもう2025年くらいになるかもしれない。どんだけ先なんですかあと2020年の2月でサーターアンダギーが、まあ、解散しましたけど10周年ですよ。だからなんかそのタイミングであるかもだよね、なんかいただけたら。でもそうなると俺の会って出ないんじゃないですか吉本興業所属ですから。そうですね、吉本興業いろいろありましたけども今年は結構仕事もさせていただいて、うん、舞台とミュージカルと朗読劇を、えっもう神々で有名な森くんが、しかも歌も下手な森くんが、それはい、こんな感じで、まあもう天然とおバカ対決になりますかね。ちょっと前回のそのおバカ対おバカが伸びへんかったら何対何が伸びんねやろな。でも勇さん、僕はもう今役者という仕事をやって、なんでじゃあさ、吉本坂46 46パラムタ、いやあれは落ちたんすよ、落ちたんすよ。あ、落ちたあれや、あ、受けてはいたのね。ちょっとじゃあ、坂木原くんを読んだ方がよかったのか。いや、ちょっとみさもさん僕の方がヘキサゴンじゃないですか。いやいや、でも坂木原くんの方が人気と聞いてますね。いや、人気ですけど、はい、いや、でもイケメンやし、ヘキサゴンと関係深いのは僕の方ですよ。まあな、新選組リアンはテスト受けてへんかったからな。で、最近、あの、吉本坂の2期オーディションあったんですよ。あったあったあった。で、マネージャーから、うん、森さん、吉本坂46の2期オーディションをやってますけど受けますか、かっこ笑かっこ笑ってなんだよ、もう受けてないですかって。あ、受けるの、もう2期は受けてないです。とりあえずじゃあ、はい、やってみよう、どうなるか分からんけど。そうですね、でもあの、ちゃんと見てきましたんで他の人のやつを、はい、できると思います。どうもこんにちは、スタッフです。今日は森さん、そのさん、メイクさんの3人でじゃあテストやってくれないから全然なんか困った時はあ、もう出してください。それダメです、絶対ダメです。すごい厳しいのよ、相談もしたらあかんし。いや、それそうでしょ、テストでしょ今回は、はい、簡単めです。ほい、そうですね、100万円ある、ある。100万円本当ひょっとしたらあります。専門正解した場合は100万みそさんのポケットまで。せやねん、そうですね、12月からはちょっと YouTube の事務所を見せながらやってみたら、はい、やるで、はいはい、では10分計りますね。では、よーい、スタート。
スタート。名前は書かないと。レイデンです。森田くん、これテスト。これめっちゃ簡単じゃないですか。うん。いいのね、マジで。うちが正解した場合、誰からうち10万円もらえるの？僕ですね、そしたら。まだないやん、森田くん。いや、任せて。いや、でもこれめっちゃ簡単かも。マジで簡単。コメント欄でもたまにちょっと問題が難しいんちゃうっていう声がちらほらあったので、まあ0点にはさせませんよ、そろそろ。ていうかさ、うちさ英語得意って言ったのに英語一個もない。いや、英語得意って言ってあの問題の答えはないですよ。画面の今大半をメイクさんが感じる。本日はハードスケジュールでして、8時には、まあ、家を出発しないといけなかったので、7時からヘアメイクないし、なんだったらヘアメイクさんは、5時半に出発して、そのまま家に来られたんですけれども、なんとそのが全く起きなかったっていう。2連その携帯にも2連その携帯にまで電話しても起きず、ピンポンも壊れていて、その説明今するんですね。だから動画の一番中盤なんですよ。でもオープニングはやっぱ森くんの話で持ちきりだったんで、俺も終わりました。終わった、はい、よし。で、ヘアメイクも終わった、完成。あれ、かぶるんですか？かぶるよ。セットした。かぶるのに。今メイクさんも、あれ、もうできた？できました。はい。よし。よし。先に自己採点何点だったの？自然乾燥だったと思うから。そういうことは9点とか9ですね。近い9とか、簡単すぎたんで、やっぱり。森さんもいいですか？いや、俺どこ、地図記号ですか？はいはい、あの簡単な、なんかこういう、はい、あれがちょっとあれだけですね。あれがちょっと自信ないです。ただ、むちゃくちゃ簡単だった。そうね、だから9-9、金勝負、ドロー。じゃあ先に点数高かった方から名前を読みます。点数が高かった方はみぞのさん。ほらー、イエーイ。素晴らしいです。9。点数言います。はい、みぞのさん2点。ってことは森さん1点。そんなもんで出すわけないじゃないですか。は？答えをお返ししますね。いや、怖いな。初めのだって2つは絶対合ってる。絶対合ってる。じゃあ1問目からちょっと変えてみます。5人でかくれんぼをしています。想像してくださいね、2人見つかりました、残りは何人って聞いたら、捕まえるのは何人じゃないですか。3人いたら鬼まで入ってます。まで考えないって。これはヒットしてた。まあこれはいいな。2問目は絶対そうなんですよ。いや、2問目な。想像してくださいね。前に3位います。抜かしたら4位と3位が変わるだけなんですよ。うわ、俺とみさんさん全く同じ答え。だから
はい、3問目なんですけど、ちょっと2人ともちょっと書いたやつを教えてください。エアーコンピューターエアーコントローラー違う違う、だってパソコンはパーソナルコンピューターなので、エアコンは何でしょう。エアーコンピューターエアーコンピューターがちょっと面白いな。エアーコンピューターで4番なんですけど、愛の手。愛の手、愛の手、漢字どうしようかなと思ったんですけど、愛ってその愛じゃなかったんで、ちょっと一応三角にしたんですけど、えいやばー怖ー、そんなわけないやん。いや、愛の手、ラブの手、ね、そう、あれはだって歌ってる人の盛り上げるためにこう、ヨーッとかやるの。5問目は、これはちょっと難しいかもしれないです。消化っていう。消化、消化でよかったんだ。その消化じゃないですね。それ、漢字見て漢字消化する。6問目ですね、6問目、これ芝生って、まあ、芝でもちょっとですね、うん、いや、森さん何ですか。隣の柿は青い柿ですか。よく隣の柿は引っ張られてるから、しかもなんか丁寧に括弧果物を取られてる。漢字が分かんなかったんで、あ、柿の方じゃないよ、柿やでっていうね。そうそうそう、柿の方だよっていう。あ、すごい優しい、この通り優しい子なんですけど。7問目、音技ですね。木を見て森を見ず、1本だけ集中してると大きなことを確認できませんよ。そっちか。なんて書いたんですか。葉、葉っぱ。あ、まあ、俺は根です。いや、根っこ見えへん。だから、つかめない、見えないところに。でも葉っぱっていうのはいい答えですね、なんか分かってる。そう、だから近くが見えてない。木全体あなたは見てるけど、逆にズームしちゃってますけどね、まあ八問目合ってたんですよ。え、森さん、俺これ、これずっとこんなことしてて。え？合ってた。これが一点か。これの一点か。逆にこれしか間違ってなかったもんね。俺間違ってると思ってたやつが合ってた。え、あおいさん、うちは、まあ、合ってると思ってた、間違ってた。ダメ元で書いてたら当たっちゃう。なんとなくで。逆にすごい。ちなみにこれがないと工場です。惜しい、惜しいんですよ、ナンバーなんで。おお、これで初これが初なんです。発電するんです、これで。マルキエ、いくら12万って書いてる人います。これ15万15万やっすブランド品これちょっとしたブランドの一旦買えるで。そんなにするの10万ないよ、だってあんなの。スキー行く時に決めますよな。では10番ラスト、こっちんだって言うんです。こっちんだか、全然わからない。これはもう知らないわ。東風平ああ、ちょっとひねった、東を。以上、ちょっとびっくりですね。いや、こんなにできないか。ちょっとなんかもう自分が嫌になるね。リプレイ入ってますよ。めっちゃ簡単やん、めっちゃ簡単やん。二人してな。え、どういうこと、どういうこと、こんなんでいいの。1、2問目見た瞬間、むちゃくちゃ簡単だった。いや、ほんとに。あ、これ。まあ、でも、やっぱり面白いですね、森くん現在。いやー、もうちょっとできると思ったんですけどね。まあ、でも、アホでも別に演技はできるもんな、その舞台。とかやって。森くんも、じゃあ今後は役者として、ね。そうですね、今後とも。活躍で、役者で活躍できるように頑張ります。吉本の売れてる役者さんって、はい、いるんですけど、その名前がガーンってこう分かる、めちゃくちゃ売れてる人がいないんで、うん、ちょっと自分がそれになります。そうね、はい、じゃあ待ってください。すごいなんか気持ちこもってないですよ。いや、そんなことない、だってめっちゃ気持ち上がるから。うちだって LX でみんなアーティストの中やってる中、はい、バラエティ一人でやったから。伊藤さんはでも開拓したっすもんね、その道を。 LX の自分は吉本でまだいないで開拓してる人が。これからだって吉本も頑張ってかなかった、はい、そうですね。さあ、はい、でもそんな森くんはね、こちらサイン入り私物プレゼント持ってきてくれたんで、はい、まあ、私物というかグッズ、これ何。そうですね、あの新鮮ミディアムの写真集とアルバム、CD アルバム付きの写真集です。え、これいつ出したやつ。これは2014年10月22日。なんで解散するちょっと前ぐらいのやつで、うんうん、俺もさっき久しぶりに見たんですけど、あのなんかエロビデオのなんか写真みたいになってました。この辺ちょっとエッチな、次もう行くともうみんなエッチですよ。ほら、これに後で
サインをして2人に、はい、はい、1名様にプレゼントします。ということでこちらの動画は、まず松岡くんのヘキサゴン企画がまず1万いってからにしよう。だから10万とか言ってちょっと甘望みしてしまってたから、はい、そのやっぱ当たり前になったから低い、そうちょっと10万が普通になっちゃってたからヘキサゴン、はい、また森くんも1万いけたら、まあサーターサーターでいい、もしくは新選組組合復活、新選組合呼んでいただきたいですね。でもあれですよ、来年の2月でサーターアンダギー10周年なので、そのタイミングでサーターアンダギーを、めっちゃ要求してくるよ。だから、分かった、じゃあ、競おうよ、松岡くんと、はい、森くんの再生回数競おう。森くんがじゃあ動画で公開してから1ヶ月見ます、その時に5000以上だったら新鮮組リアとか、5000よりもいかない、やっぱり5000よりもいかない、いかなかったらサーターできます。うちもその代わりその分頑張るし、はい、俺も頑張りますんで、とりあえずフォロワー増やして、とりあえず、はい、フォロワー増やしてみんなに見てもらうように、とりあえず、うん、松岡拓也、はい、達也って言いそうになった拓也に勝ちますから。はい、ということで、はい、以上、今回はサーターアンダギー、そして新選組リアンだった、はい、役者の、はい、森くんでした。ありがとうございました。ショートコント森くん頑張れ。応援してください。